2014年2月13日、日本武道館にてみんなの夢アワード4というイベントが行われた。今回はその内容とイベント成功のために動く学生たちの姿と思いを取り上げる。イベント約2週間前、そこでは当日に向けた詰めのミーティングが行われていた。みんなの夢アワードの運営を任された学生たち、学生事務局のメンバーが一堂に会し、内容について深い議論が交わされた。また各メンバーが当日に向けての思いを吐露する。このメンバーでずっとやっててよかったな、ここにいてよかったなっていうふうにみんなが思った状態で最後を迎えたいなって思います。こっちとしてはなんかモヤモヤがある中で、いや来てよかったって言われたところでうんってなっちゃうから、それがないようにだけはしたいなと思います。来てくれた人たちの笑顔を見ることっていうのも多分私たちの中ですごく大きくことなんで、自分たちで集めて来てくれた人たちの笑顔を見て最後に打ち上げで自分たちが最大の笑顔を持って終われればなと思います。これに参加をして本当に良かったなってのを、なんだろう、参加者全員にちょっと似てるのに言ってほしいなっていう、そこまでしたいなと思ってます。あと楽しく終わりたいです。後悔したくないし、ここまで1年間かけてやってきたの でこういう風にみんなと知り合えて一緒にやれてるので、まあ、ここ2週間は自分のできる範囲で100% 以上で臨んで、当日やってよかったと思えるように頑張りたいと思います。以上です。学生事務局メンバーのいろいろな感情が混ざり合いながら時間は刻々と過ぎていく。イベント1週間前、夢アワードのリハーサルが行われた。オープニングを飾る学生アクターたちと演出家による再構成が何度もなされ、当日へのイメージがより確かなものとなっていく。出演する学生アクターの声を聞いた。武道館っていう大きなステージでたくさんのお客さんに私たちの元気な演技で笑顔とか元気を与えられたらいいなって思います。すごくすごい方々がたくさん出られると思うので、ちょっとコピアも負けないように色を残せるように頑張って会場を盛り上げられるパフォーマンスをしたいなと思います。頑張ります。頑張ります。そしてイベント前日、会場の日本武道館にて前日の準備が行われた。翌日に迫ったイベントに向けて学生事務局のメンバーだけでなく多くの人々の力が積み重なっている。期待と不安の中、いよいよ当日を迎える。みんなの夢アワード4開催。会場の日本武道館には多くの来場者の姿があった。まず行われていたのは来場した学生と学生協賛企業との大交流会である。学生がお互いに夢を語り合い思いをぶつけ、企業はその思いを聞きながら自らの魅力をアピールする。ここから新たなプロジェクトが生まれることも少なくない。会場内でひときわ目を引いたのはステージ中央の大きなパネル。ここには来場者が自由に自分の夢を書き込むことができる。来場者はそこに書いた夢とともにプレゼンターに自分を重ねるのだ。次に行われたのは協力団体による学生団体 PR である。各団体の代表者がその情熱を語る。自分たちで歴史を作り、誇りに思える大学を作ってやろう。夢はワクワク生きる原動力です。何かしたいと思う大学生の皆さん、自分の価値をお金に変え、さらなる価値を生み出したいと思う皆さん。学生アクターの力強いパフォーマンスによる豪華なオープニングが行われ、とうとう選ばれた7名のプレゼンターによる最終選考プレゼンが行われた。美容の力で笑顔を作る。小池由紀子さん、
そんな私たちの願い。私は皆さんがこういうふうに感じているこの願いをこの美容の力で形にしていき、訪問美容を全国に広げていきたいと思います。私は一人のお客様の笑顔を作ることから社会を、そして世界を変えていく、それが私の夢です。障害者が生き生き働く社会に、吉田良次さん。皆さんがどんな顔で話を聞いてもらえたのか私には分かりませんけれども、障害者の未来はこのまぶたにカラーで焼き付いています。どうか私に力を貸してください。世界中のすべての人に安全な水を、勝浦雄一さん。このビジネスが成立すれば新たな雇用をたくさんたくさん生み、地元経済も潤うんです。そしてこんな自転車がバングラデシュ一国の水事情を劇的に変えるかもしれないんです。いや、変えるんです。社会問題スタディーツアーを展開、阿部俊樹さん。ぜひ一緒にやらせてください。僕らのこの仕事、多分本当に世界を変えると思います。学生が夢を抱く機会を作る、佐藤優さん。明日も明後日もずっとずっと皆さんが来てくれるのを僕はこちらで待ってます。ぜひ KJ に来てください。たくさんの学生のすごいパワーがあるから。農業の魅力を次世代につなぐ、上野博さん。一杯の牧場の牛乳を飲むためだけに村に足を運ぶということを楽しみとし、農民と交流することを文化にまで高める。病床からでも社会参加できる未来を作る、吉藤健太郎さん。孤独というストレスは非常に大きな問題です。ここにいる皆さん、私含め、いつそうなってしまうか分かりません。しかし将来、たとえベッドにいても会いたい人と会えて、行きたいところに行けて、社会に参加しありがとうと言われて夢を語れる、そんな未来をこれからは私は実現していきます。1万人を前に発表された各プレゼンターの夢に共感した企業がパネルを掲げ、その支援を表明する。また来場者による投票と審査員の投票を集計し、夢アワード受賞者を決定する。夢アワード得点485点、癒しロボコミュニケーター吉藤健太郎さんです。吉藤健太郎さん、おめでとうございます。それではセンターステージへお上がりください。やりましたね、岡部さん。岡部さん、聞こえてますか？自分のやりたいことがこう見つかったというか、まあ、初めは好きなこと、ものづくりが好きで、その次に自分がやるべきことはこれかなと、こう自分のこう命の使い方を考えた時から、こうどんどん、なんと言いますか、こう病は気からと言いますけど、こう気も病からみたいなところもありまして、どんどんこう落ち込んでいたのが、どんどんこう元気になっていって、体もマシになっていったなと。これからもですね、多分私は、まあ本当に、ね、死ぬまでロボットを作り続けていくんじゃないかなと思います。どうぞ皆さん、これからも応援をよろしくお願いいたします。こうして夢アワードは大盛況の中幕を閉じた。学生事務局代表の塚本さんは、来場者と学生事務局へのメッセージ、そしてそれらを家族と呼ぶ真意をこう語る。一言でまずありがとうございますと。それはもちろん聞きたいことですし、プラスで逆にどうでしたかっていうのすごい聞きたいですね。これによって自分がどう変わったかとか、どんな刺激を受けたかとか、みんなあの人が良かったとか、この人が良かった、人それぞれですし、その思いの部分とか、企業の方も話した時にも、学生のオープニングのアクトも学生全部ってのはいいよねとか、逆にあの学生どこから集めてきたのっていうのを
うちも僕と外し学生塾のメンバーが集めてきて、前のも、まあ、僕の向けとしてもすごいいいし、学生のみんなを楽しめてくれたっていうのは良かったかなと思います。本当に、まあ、まあありがとうってまず一言目、まあ、自分もまあ代表って今立ち位置にいながらも、まあ、いろんなことをやっていたりとか、正直自分が手を出しすぎてしまった部分があって、まあ、この変なこと今チケットを売ればいいだけだったのに、まあ、まあ自分は結構新しいことが好きなので、あれもやった、あれでもやろう、これもやろう、あれもやろうっていう感じで、自分がボン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 新しい企画を埋めば埋めるほど、そこに必要になっていく人員っていうのがやっぱ多くなっていくし、そこでみんなにすごい負担をかけてしまったのかなっていうのは思いますね。でもうなんか家族もいるのは当たり前なんで、でもやっぱ家族といっても距離が近い家族もいれば、遠い家族もいて、いつも一緒にいるようなメンバーもいれば、まあ数ヶ月ぶり、もちろん初めて会った人ももうその場で家族だし、そういう人たちにも、まあ、初めて会った人にも良かったねって言ってもらえるし、これからそういうつながりっていうのを切らせずに、今後も何かお互い何かできたりとか、自分たちとして持っているリソースもなんか分かり与えてあげたりとか、少しもこう来年の方が終わったで、もう今日から今からはもう5なんで、5に向けて、まあ、一緒に何か新しいもの自分たちで作り上げるっていうものじゃないんですね。メアワードっていうのは僕たちだけじゃなくて、いろんな協力の団体、学生団体がいるからこそ成り立つものなので、この連携をしっかりやって、あの日本武道館っていうステージを来年大きく、より華やかなものにしたいと思ってます。本気で夢を語り合えるこの場所こそが、プレゼンターたちの、学生事務局の、そして来場者全員の夢のスタートラインなのだ。